バックリップスイッチでやりゃいいだけ。え？ユズでいいよ。なんでなんでなんでどうしてなんで、いや話戻すんですけど、なんでバックリップできるの集中できねえ。バックリップに完全に戻したら戻してきた。なんでしかバックリップできないの。出て行ってるし。VTR チェックする。さっきまた、いや、聞いたんだよね。もうしたな。ほら話進まないから。まだバックリップ、じゃあお前のバックリップはどうなの。え、じゃあバックリップがどっからバックリップかってとこからしましょう。うん、でもさ、鹿野くんのやつさ、一回さ50乗るじゃん。乗ってから曲げるのはもうフェイクでしょ。じゃあ相技、あれは、じゃあ、はい、技、バックリップじゃなくて、新技ってことですかね。いや、もう物事簡単に捉えた方がいいじゃん。それも難しいとさ、最初から負けなきゃダメとか。なんで、その。やっぱその辺はさ、あの、プロのカメラマンの寮に聞いた方がいいっしょ、バックリップ。ね、寮。どっからがバックリップか。やっぱどうなるとバックリップな。ん？どうなるとバックリップさ。写真的に、そう。したら、りょうくんだったらバックリップ撮るとき、どこが一番いい？一番エアコンになってるとこじゃない。え、それはレールの上でも、空中でも、その例えばさ、もう上で形決まってるやつとかいいじゃん。あの、トランスファーとかね、うん、もう。どっちも横になってる方がやっぱりいい。そうだね。うん、多分空中で、ちょっと動きを大げさにするくらいの方が形バーンみたいな決めてと。でもさ、言ったら1回50になるってことはさ、空中は50ってことでしょ。そっか、新技なんだ。だから一番いい形に持ってくためにカメラマン思い。カメラマン思い。あ、カメラマンに、なんかこう一番いい場所を提供するみたいな。別にその過程はもう、カメラマンのためだけに、ね、あの、さっきのプライドしてて、さっきの映像のところみたいな。一番絞り込んでるよ、まあ、こういう臭いやつらがいるからさ。あの瞬間撮れたらかっこよさそうです。でしょ。そこよ、そこ。でしょ、やばいね。すべては一瞬のために。一瞬のために。映像的にはどう？映像？うん。あ、今からです。映像のために。あ、何のためにするじゃん。フェイキーって言えばさ、スイッチオーリーのこと言うじゃん。あー、なんかその偽物にしたかの。オリジナルでいい。じゃあ、いいよ、技名つけようよ。オリジナル、あの50からこうずらしてバックリップずらして意図的にね。そう、意図的にね、意図的にね、意図的に50乗ってから意図的にずらせ。ドライブって言ってるじゃん。ドライブ、ドライブまで中途半端じゃん。ハーフドライブ。もうハーフドライブじゃん。だっせ。ハーフドライブ、アフドライブからの原付とかでいいじゃん。なんだ原付。いや、車じゃなくてさ、なんだべな。乗せ替えだとね、かっこいいマザメになるんだけどさ、スイッチアップっていいじゃん。ただずれ、ただとか
技だから、技だから、ね、技だから、ね、うん、あ、でもあれだよね、女の子とかによくある、うん、女の子だよね、あの乗ってからね、そう、女の子は頑張ってバックリップ練習してこうちょっと、まあ、脚力ないから乗せづらいしね、脚力必要なの、やっぱ一回跳ね上げて、うん、パン、おお、跳ね上げてるでも、そこは、その、なんだろう、近くくんのは、そのカメラマンに対する優しさがありすぎて、うん、マイルドなんだよね。そうだね、まあ、そこもアプローチでしかないから、その一緒のためのレールの上もね。え、なんすか、レールの上での、何フィフティしてるときは、いい形に持っていくための、最初から横にしたら、中途半端だよ。中途半端だよ。カメラマンにはね、最初からカットつけて、やれよちゃん、出しゃばんなよみたいな礼儀みたいなところがあるんですね。で、ヒカルが思うバックリップはどういう感じだ。俺が思うバックリップ、うん、俺バックリップは量のことしか思ってないから、バックリップもうちょっと、いや、だってバックリップえ、バックリップ好きでしょ。バックリップ好きだね。でしょ、うん、そこよ、そこよあの、形的な方、うん、物理的な、それさ、じゃあ今多分写真的な方向で、ど、映像的な、自分の滑り的な理想なバックリップは、あ、でもバックテールはかっこいいと思う。あ、バックテールね、うん、うん、バックリップでしょ、前足に乗るってことでしょ。いや、前足でも真ん中でも真ん中でも後ろ足でも何でもいいよ。まだバクテールっぽいのが好き。やっぱこうバチーンって決めたいのそれともやっぱ乗ってからパペッやりたいの。違うよ、やっぱスケートっぽく、スケーターのバクテール。ああ、もうパチンと、ああ、ってことは、シカルのバックリップはやっぱあんまちゃんと映ってるから、さすがだね、が最終的な答えに。ストリート、カメラマン重いってことです。重いです。そこら。じゃあその気持ちは変わんないですか。もちろんそうだよ、量がいた。量がいたなら、もちろんそうよ。もちろんそうです。